わかりません。パソコンがですね、固まっちゃいまして、ちょっと再起動して来ました。すいませんでした。申し訳ありません。はい、パウルさん、ハレリア、アメン、アメン、ハレリア。キルタナイフさん、ハレリア、アメン。今日は暑かったですね。明日からですね、ちょっと涼しくなる予定だそうですが、少し涼しくなってほしいです。はい。大迫さん夫妻、こんばんは。暑かったですね。小太郎さん、ハレリア、アメン、アメン。はい、昨日ですね、昨日の放送で、慰安婦像の上に手を置いて祈ったところがあったと思うんですが、ゆりすけさん、こんばんは。慰安婦像を偶像にするということはもちろん良くないんですね。慰安婦像を偶像にするという意味で祈ったわけではありません。ですから、ぜひ皆さん、ちょっと勘違いしないでください。それは慰安婦像に手を置いたというのはですね、取りなしの祈りなんですね。キューちゃん、こんばんは。今日も聖なる知識を学びました。カリスマ派っていうのはいろんなところに手を置いて祈りますね。例えば駅に手を置いて祈り、それから裁判所に行って手を置いて祈り、市役所に行って手を置いて祈り、学校に行って手を置いて祈り、お寺とか神社に行って手を置いて祈り、つまり、その取りなしという意味なんですね。取りなし。だから慰安婦像に手を置くっていうのは、偶像崇拝ではないんです。そもそも偶像崇拝っていうのは手を置いて崇拝はしないと思うんですよね。ですから、その慰安婦像を偶像にしてはいけませんね。慰安婦像を偶像にしてはいけません。私たちは慰安婦像を偶像としているのではなくて、むしろ日本の偶像崇拝に対する、なんていうんでしょうかね、日本の偶像に崇拝に対する悔い改めの、偶像崇拝を悔い改めるシンボルとして慰安婦像を、のがその、まあ、なんていうんでしょう、日本にその罪を認めさせるというね、日本に罪を認めさせるというシンボルであって、決して、偶像として考えているわけではないということですね。慰安婦像は日本の罪を表していると思います。はい。慰安婦像はですね、少女の像ですが、それを偶像として、当然私たちはですね、イエス様を信じているのであって、慰安婦像を信じているわけじゃないし、慰安婦像を偶像としているわけじゃないし、全然偶像的に思っているわけじゃないんですね。ですから、確かにあれは銅像かもしれないけど、それは日本のその罪の悔い改めの、悔い改めの記念と言ったらいいでしょうか。日本の罪の悔い改めを、要するに悔い改めるための記念物というふうに考えたらどうでしょうかね。そこのところはですね、もうちょっと考慮しなきゃいけませんが、とにかく、つまずきになるのを、避けるためにですね、決して、慰安婦像を偶像にするつもりは全くないんだと、慰安婦像は偶像ではないんだということをぜひ理解して、むしろ日本の偶像崇拝に対する、なんて言うんでしょうかね、悔い改めの、なんて言うんでしょうかね、シンボルというふうに考えますね。日本が偶像崇拝の結果してしまった戦争、その偶像崇拝を悔い改めるために、その慰安婦像というものが神様が置いてるんではないかと考えます。もちろん絶対ではありません。絶対ではありませんが、信仰的にそう考えているということですね。異論はあると思います。異論はあると思いますが、あくまでも日本の悔い改めを求めてるんだということを信じてください。理解してください。決して慰安婦像が偶像とは全然思っていませんので、その点ぜひ理解していただけたらと思います。そして今日はですね、さらに第2弾として、そのソウルにですね、戦争と女性の人権博物館というのがあります。
これはその慰安婦、慰安婦問題に関する、証拠というか、証拠証言、それを博物館としてあります。ですからそこに行けばいろんな証拠があるわけですね。慰安婦の証拠、慰安婦問題の証拠があります。で、実はですね、残念ですけど、その放送の許可が下りなかったんですね。そう、メッセージカードがたくさんあった場所ですね。その放送の許可が下りなくて、その何でしょうか、そのメッセージカードを読むだけで終わっちゃったんですね。放送じゃなくて見学はしましたので、いろんなものを 見ました、証拠をたくさん見てきましたんですけど、本当はそれをですね、放送したかったんですけど、それは放送できませんでした。はい、それでですね、そのメッセージだけでもですね、なんか皆さんが感じるのではないかと思って、今日のその放送のドキュメンタリーといいましょうか、放送の様子をまた別なカメラで撮ったドキュメンタリーがありますので、それを見ていただきたいと思います、ね、それは短いですけど、じゃあちょっと始めましょうね。始めます。どうしたらいいでしょうかね。こうして、こうしていきます。これで大丈夫ですかね。はい、行きます。これは壁画を、壁画をしているところですね。博物館の前の壁画です。ここにメッセージカードが。私たちよく今度は七夕になるからこうなりますよねとか、それで、それをここに書いて忘れません。おばあちゃんはどれだけいかがかですか。歴史が正しくなること、正義が成し遂げられること、記憶し勉強します。過去を忘れず現在を失うことがないように、そして20年間努力の結実を見ることができますように応援しますとか、おばあちゃんたちの痛い人生を回復されますように、報われますように、長く長く健康で歴史の中にこの痛みがただ去ることがないように、真実が明らかになること、明らかになることを望みますとかですね。よくおばあちゃんのことがいっぱい書かれてありますよね。これもそうですね。おばあちゃん苦しかったでしょう。おばあちゃんこれからは二度とそういうことがないように、おばあちゃんが泣くことがないように、23歳の少女がおばあちゃんを考えながら書きますとか、いろんなことがちらっと今書かれてあります。戦争と平和を忘れることがないように、青春年だけで、孫たちがおばあちゃんが、そうですね。でここに一つ面白いことが書かれてあります。日本はおばあちゃんたちに許しを得てください、謝罪しなさいと書いてありますね。おばあちゃんたち、ハッピー、これはおばあちゃんのマークですね。ハッピーおばあちゃん、ハイモニーのハッピーですね。いつも幸せに私たちが守ってあげますよと、ばあちゃんたちに慰めと愛情、戦争と平和忘れないように、忘れないように日本人のしてくれたこととかですね。ああ、なるほど。ここは要するにそういうところなんですね。ここは私は知りませんでしたけれども、まだ上にもう一つあります。幸せで、楽しいことだけがありますよ、祈ります、こういうふうに書いてあります。
かる、時間がかかる。文章はこれを読んだんですね。慰安婦像について ちょっと読んでみますね。まあ教会の立場、牧師の立場で日本の若い人たちに知ってもらいたいんですね。でみんな知らないでいろいろ言っているので、本当にこれがあった、が認められ戦争がなくなりますよう力を合わせましょう。シーゲー、名前が出ちゃった。名前まで出ちゃった。名前ちょっと出ちゃって。うん、まずこれ名前は世界中に出たもんね。まあ、ここに貼る以上ね、見られるっていう。まあ、日本人。あ、日本人の方たちもこんなにいっぱい来ています。そうですね。あ、もうこれだけ、もあ、まだありますね。あ、日本人の方結構来てますね。まだありますね。知らないことがたくさんありました。本当のことを知り、伝えていくべきだと思いました。これは正解ですね。モルヌニレノモマラスミ、あ、ウィズ、あそこにも日本が、日本政府は責任を認めて、これは日韓民主労働者連合。いや、たくさんあります。たくさんありますね。さらに深刻に考え、改めて被害日本人の若者にも来て来た人がいるんだ。素晴らしいですね。素晴らしいです。さっき慰安婦のとこに蝶々がありましたでしょ、はい、これも蝶々ですね、はい、そのだから蝶々っていうのは韓国では、小さな少女のそういう意味があるんですか。そう、はい、弱く力もなく、ただこう綺麗なね、はい、早くこうこう飛んでいく、無駄なそういう、そういう意味があるからね、なるほど。これなんか本当に素晴らしいですね。正しい歴史を知っているって、日本人が歴史を理解することの重要性を認識できた、この方は素晴らしい方ですね。歴史を過去のものと捉えるのではなく、正面から向き合っていくべきである。なるほどですね。はい、これで終わりましたね。ちょっと短かったですけど、びっくりしました。結構ね、難しかったね、感じました。はい、これが今短いビデオですね。はい、ちょっと BGM もしましょうかね。ちょっと BGM、 はい、そうですね。ちょっと待ってくださいね。今 BGM をやりますからね。あら、間違えちゃったかな、すいません。ちょっと間違えちゃいました。ごめんなさい。こうしてこうしなきゃいけなかったんですね。はい、ちょっと BGM ができませんね。BGM はどこにあるでしょうか。すいません。はい、 BGM これですかね。はい、すいませんでした。今 BGM で崩ってます。プロミス、アイフル、フェイクなどのコマーシャル、コマーシャル。これで大丈夫でしょうね。
はい、これで BGM 入ってるでしょうね。はい、今はですね、戦争と女性の人権ですね。ですからこの慰安婦問題は女性の人権の問題でもあるんだということですね。女性の人権、女性の人権の問題だということですね。その女性の人権ということは、要するに男性がですね、その性的なんだということですね。男性が女性をですね、性の対象しか見ていない、性の奴隷としか扱わない、それは今でもそうだということですね。70年前のこの慰安婦の戦争の時だけじゃなくて、この2014年、今も多くの男性は女性を性の奴隷としか見ていない、ね、性の奴隷としか見ていない。だからこれは慰安婦問題というのは人間の罪の問題で、人間の罪の問題で、今も男性は、多くの男性は同じことをやってるんだということですね。多くの男性は同じことをやっている。だからね、だからこそみんな慰安婦問題を認めたくないのは、今も罪を犯してるからですね。多くの男性が慰安婦問題を拒絶するのは、今も罪を犯しているから、今も女性を罪の奴隷として見ているから、女性を性の対象として見ているから、だから慰安婦問題を拒絶するんです。わかりますか皆さん。罪を認めないというのは、今罪を犯しているからなんです。70年前の罪じゃないんです。70年前の罪じゃなくて、今の罪なんですね。今の罪なんです。皆さん、男性の諸君、男性の諸君、罪を認めましょう。罪を認めるんです。自分がいかに、女性に対して女性の人権を守らず、女性を、目のその欲の、目の欲の、その食い物にして、女性を大事にしない、悪魔の目で女性を恥ずかしめてきた、その罪を今悔い改めるべきです。今悔い改めるべきです。慰安婦問題を拒絶する男性たちは、その自分の罪を認めないからです。自分の罪を認めないから慰安婦問題を認めないんです。慰安婦問題を認めたら、自分の今の罪も認めなきゃいけないからですね。でも今の罪を認めないから、今の現在のその、女性に対する罪を認めないからこそ、その慰安婦問題を認めたくないんです。ですから皆さん知ってください。慰安婦問題は男性の罪を表すんだということです。男性の罪を表す、合法的にレイプをしてるんだという、慰安所というのは合法的にレイプをしてる、それを認めたくないのは現在の罪だということです。現在も AV を見たり、ね、そういう女性の、ね、性的なものを見てるということは、まさにそれが罪なんだよ、それが罪なんだよ、今罪を犯してるんだよ。人に隠しても、人に見られなくても、神様は知っていて、神様はそれを裁きます。皆さん、それが皆さん自身が良くないということを知っていて、良くないことを知っていて、それを行っています。それを正直に悔い改めるならば、正直に悔い改めるなら罪が許されます。皆さんが正直に自分の罪を悔い改めるならば、罪が許されます。ですから皆さん、慰安婦問題というのは男性の罪の問題だということです。男性の罪の問題、ぜひ皆さん分かってください。悪いことは悪いんです。悔い改めます。パウロさん、アメン。悪いことは悪いんです。聖書はそう言ってるのです。聖書は罪がないと言ったら自分を欺き、神を偽り者にしていると書いてあります。誰も私には罪がないとか、誰も自分は罪を犯してないと言えないと書いてあるんです。聖書にそう書いてあるんです。隠れて悪いことをしているんです。それが人間です。隠れて悪いことをする、それが人間です。ですから皆さん、ぜひこの慰安婦
慰安婦問題は現在の男性の悔い改めだということです。昔の罪ではなくて今の皆さんの罪の悔い改めだということですね。そしてその悔い改めないことが元従軍慰安婦の人たちを苦しめるばかりではなく、今の女性たちをも恥ずかしめているんです。今日本が慰安婦問題を認めないということは全世界の女性を恥ずかしめているんです。全世界の女性を、対して罪を犯しているんです。ですから皆さん、この罪の大きさを理解しましょう。私たち一人一人の罪だということです。私たち一人一人の罪、それはその神様が一人一人を悔い改めに導いているんだということです。神様が私たちを許すために、その罪を取り去るために、清めるために、神様が一人一人を悔い改めに導いているんだということなんです。慰安婦問題は日韓関係の問題ですが、同時に日本の問題なんです。神様と日本の問題です。神様は世界中の人を救いたいですが、日本も救いたいのです。日本人をも救いたいのです。神様はそのそれぞれの国を責めるでしょう。それぞれのその国の罪を問い詰めるでしょう。しかし私たちは人の国の罪ではなく、自分の国の罪を見つめようではないでしょうか。そして正直にその罪を、告白しようではないでしょうか。人に騙されても、人を騙しても神様を騙すことはできません。神様はすべてを見ています。誰も、逃れることはできません。神の裁きに誰も逃れることはできないのです。すべての人が有罪になるのです。しかし神様はそこに逃れの道を用意しました。それはイエス・キリストです。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりに十字架にかかってくださった逃れの道です。誰でも自分の罪を正直に認めて、ああ私は罪人だ、ああ私の目は汚れている、ああ私の心は汚れていると正直に、認めるならば、イエス様が許してくださるのです。皆さん、汚れてままでいてはいけません。罪人のままではいけません。罪深い行いを続けてはいけません。今日悔い改めて汚れた行いから離れましょう。汚れた行いから離れるのです。汚れた行いから離れて清く正しい生き方をしましょう。清く正しい生き方をするのです。サタンが喜ぶような汚れた生き方ではなく、神様が喜ぶ、港さんこんばんは、神様が喜ぶ清い生き方、女性を悪魔の目で見る、汚れた目で見る見方ではなく、女性を尊び、女性の弱さを守り、女性のその人権を認め、女性の生涯を守ってあげる、イエス様の目で見る、女性をイエス様の目で見る生き方をしようではありませんか。皆さんは悪魔の目で生涯女性を見るつもりですか。皆さんは悪魔を生涯喜ばせるつもりですか。それで天国に行けると思いますか。決して行くことはできません。天国に行くことはできません。悔い改めて悪魔の目を捨てイエス様によって清められて初めて天国に行くことができます。皆さんは自分の罪が見えるでしょう。
自分の罪が認識できるでしょう。それで皆さん、へりくだって悔い改めてください。ああ、私は罪を犯した。ああ、私は罪を犯した。たくさんの罪を犯した。たくさんの罪を犯した。ああ、許してほしい。許してほしい。清めてほしい。清めてほしいと思うべきで、なんです。神様は憐れみ深く、恵み深いんです。誰でも悔い改めたら許されるんです。罪を犯していない。私は悪いことをしてない。そんな人が許されると思いますか？許されません。許されません。もう激しく悔い改めるのです。ああ、ああ、神様ごめんなさい。ああ、神様ごめんなさい。激しく悔い改めましょう。日本の罪は大きいのです。人間の罪は大きいのです。私たちの罪は大きいのです。罪が大きいのです。激しく悔い改める必要があるのです。激しく悔い改める必要があるんです。皆さん、地獄に行ってからでは遅いのです。地獄に行ってからでは、もう手遅れなんです。今悔い改めるのです。今悔い改めて、イエス様の許しを得てください。イエス様の許しを得てください。この慰安婦問題は、男性が救われる機会です。慰安婦問題は、日本が救われる機会なんです。皆さん、正直になりましょう。決して意地を張ってはいけません。嘘吹いてはいけません。素直になりましょう。素直になって、素直に悔い改めるのです。皆さん、それが今チャンスなんです。チャンスなんです。チャンスなんです。アメン。アメン。そのメッセージカードがたくさんありました。キム牧師が言ってました。ここには敵意がない。そのメッセージカードにヘイトスピーチがないんです。敵意がないんです。なんとそれは嬉しいことでしょうか。日本に対して敵意がないのです。その苦しんだおばあちゃんが癒されてほしい、苦しんだおばあちゃんが救われてほしいという、それは孫がおばあちゃんに対する優しいコメントなんです。そのメッセージカードには日本に対するヘイトスピーチはないんです。日本に対するヘイトスピーチがないんです。皆さん、それは、多くのクリスチャンがいるからではないでしょうか。多くのクリスチャンは敵意を持ちません。敵意を持ちません。むしろ罪を犯している私たちの方が敵意があるんではないでしょうか。敵意こそ罪です。敵意こそ罪です。罪人は罪を認めないだけではなく敵意を持つのです。そして自己、責任転嫁、責任転嫁をしています。自分の責任を韓国の責任にしているのです。韓国が悪い、韓国が悪いと責任転嫁しているのが罪人です。皆さん、私たちはそのような卑怯な在り方ではなくて、正直になって、正直になって悔い改めようではないでしょうか。皆さん、一人一人の良心に呼びかけています。皆さんの心の良心に呼びかけています。皆さんが悔い改めることは神様が喜ばれるのです。皆さんが悔い改めることはサタンが悲しむのです。ぜひ、皆さんが一人一人が悔い改めてほしいのです。クリスチャンは、自分の罪を悔い改めた人たちです。クリスチャンは罪を悔い改めた人たち。それがクリスチャンです。それでは、明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて、ああ、私は許されなければならない罪人だということが分かった証。イエス様を信じて、ああ、私は十字架によって許された。本当に、汚らしい罪が許されたということが分かった証。イエス様を信じて、イエス様を信じて、人間が罪人であることが分かった証。イエス様を信じて、
女性に対する目が罪深いということが分かった証、イエス様を信じて AV はとんでもない罪だということが分かった証、 AV はまさにサタンの喜ぶ罪だということが分かった証、スタートスタートスタート。AV 捨てました、デリを呼んだのを悔い改めます。亡くなった父の暴力を許しました、小太郎さん、ハレリア。亡くなった父の暴力を許しました、AV はやめようと思いました、ハレルヤハレルヤ。癒されます、癒されます。自分の罪深さに気づきました、自分の罪深さに気づきました。アメンアメン。引きこもりだけど韓国に旅行に行こうと思った、人間の狂気の恐ろしさを知りました、ルカさん。今牧師を目指したい、女性を大事にします、女性を大事にします、女性を大事にします。許す決心が必要だと思った、牧師が増えるといいですね。この放送を見て悔い改めようと思いました、アメン。この放送を見て悔い改めようと思いました、アメン。そうだ信仰なんだ生きる喜び、そうだ信仰なんだ生きる喜び。安倍首相は早く謝罪すべきだと思った、安倍首相は早く謝罪すべきだと思った、アメンアメン。女性の人権を守りたいと思った、女性の人権を守りたいと思った、アメンアメン。LTL にも黄色い蝶々メッセージを貼りたいです。女性は素晴らしい、もっと活躍できる社会を。自分の間違いを認めないのは哀れだと思いました。職場のセクハラを通報しようと思った、
今日の放送を見てキューちゃんは日本人だと確信しました。悪意で人を罵るのはやめようと思いました。アメンアメン。ヘイトスピーチをやめましょう。ヘイトスピーチをやめましょう。ヘイトスピーチは、それは罪です。ヘイトスピーチは罪です。敵意です。差別です。ヘイトスピーチを悔い改めましょう。ヘイトスピーチを悔い改めましょう。ヘイトスピーチは自分の自己弁護です。ヘイトスピーチは自分の罪の、この自己弁護、自己正当化です。自分の罪を正当化するためにヘイトスピーチがあるんです。ヘイトスピーチは、責任転嫁です。責任転嫁です。ヘイトスピーチは恥ずかしい行為です。ヘイトスピーチは恥ずかしい行為です。生きることの素晴らしさを教えてください。イエス・キリストを信じると、生きることの素晴らしさを感じます。生きることの素晴らしさを感じます。中絶させた罪を悔い改めます。中絶させた罪を悔い改めます。韓国と仲直りをする松添さんを応援しようと思った。松添って書いてあるよ。添えるって字だからね、松添。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アメンアメンアメン。はい、ありがとうございました。アメン。はい、それではですね、ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。この終わりの時代はですね、この終わりの時代は非常にこの情報が多くてね、
そして激しい変化が激しいのです。ですから多くの人はですね、この時代の流れについていけなくなって、何が何だかさっぱり分からなくなってきて、ストレスと、ストレスとそれからいろんなプレッシャーが多くなってくるわけです。こういう大きなプレッシャーや大きなストレスの中で強く生きるためには信仰が必要ですね。多くの人が精神的にダウンしてしまうのは、それはその信仰はないために、信仰はないためにこのプレッシャーによって潰れてしまうんですね。信仰があると、信仰があると神様から力をもらってプレッシャーに勝つことができます。ストレスに勝つことができます。ぜひ皆さん、皆さんもストレス、プレッシャーで苦しんでませんか？いろんなストレス、いろんなプレッシャーがあります。それは、全ての人が感じていることでしょう。特に日本はですね、ストレス社会です。家庭でもストレスがあり、会社でもストレスがあり、学校でもストレスがあり、どこでもストレスがあります。そのストレスの原因はこの社会が罪の世界だからですね。罪の世界、または神の愛がないから、神の愛の欠如と言ったらいいでしょうか。その神の愛の欠如の上に居心地が悪いわけですね。居心地が悪い、それは自分を認めてくれない、愛でその対応してくれない、せめて人を責めて、人を非難して、コントロールしようとする悪魔の力が働いているので、この社会は住みづらい、この社会はストレス社会なんです。この日本は特にそうです。そしてそれは多くの日本人がそれで苦しんでいます。多くの日本人はストレスで苦しんでいます。引きこもるのは当たり前みたいな、メンタルの病気になるのは当たり前みたいな社会です。しかしそれも神様が、だから私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげる、あなた方がストレスによって苦しんでいる苦しみを取ってあげる、あなた方はストレスやプレッシャーに打ち勝つ力をあげるよ、プレッシャーに打ち勝つ力をあげるよとイエス様が言ってくれています。イエス様を信じると強い心になります。菊池さん、油注ぎでストレス社会から解放されました。ストレス社会から解放されました。アメン。素晴らしい。アメン。皆さんよくですね、悪コメに、こんなたくさん悪コメ打たれて大丈夫、よく大丈夫ですねって言われます。私だって悪コメ嫌ですよね。あの、悪コメ言われたくないし書かれたくないですよ。もう本当に悪コメだらけですからね。ほとんどが悪コメですからね。信仰コメちょっとしかないですからね。でもそれでもめげずに放送ができるのはイエス様が力をくれるからですね。イエス様が力をくれるので、悪コメも、スルーできちゃうのですね。信仰の大盾、信仰の大盾ね。その信仰によってこのバリアがあるわけですね。バリアがね、精霊バリアで、悪コメの矢が刺さりません。まあ、弾幕では刺さってますけど、実際は刺さってませんね。弾幕の矢には刺さりますが、心には刺さりません。時々刺さる時もありますが、ほとんど大丈夫ですね。皆さん、そういうわけですから、サタンは人々を苦しめたいのです。光に包まれてるから刺さらないのですね。多くの人は刺さっています。悪魔の矢に刺さっています。それがネガティブです。
皆さんがネガティブに生きているならば、ネガティブな考えを持っているならば、それはサタンの矢が刺さっているということなんです。サタンの矢に刺さるので倒れているのです。苦しんでいるのです。毒矢なんです。サタンのネガティブは毒なんですよ。皆さんは毒矢が刺さり、毒を食べ、毒を飲んでいます。サタンの言葉は毒です。サタンの言葉は、毒の飲み物なんです。そんなものを飲んではいけません。そんなものを食べてはいけないのです。まことの食べ物、まことの飲み物、それはイエス様の御言葉であり、イエス様の命です。皆さんが健康になるためには、霊的に本当の健康になるためには、イエス様を信じる必要があるんです。イエス様を信じる必要があります。ぜひ皆さん、イエス様を信じてください。イエス様を信じるのです。イエス様を信じるのです。そうすれば、皆さんは、生き返ります。よみがえります。ぜひ皆さんが、蘇ってほしいと思います。元気になってほしいと思います。はい、今日のこの放送は、皆さんが、悔い改めて、救われること、悔い改めて罪が許されること、そして強い心を持ってほしいこと、強い心を持ってほしいのです。皆さんが強い心を持ってほしいのです。はい、強い心を持ってほしいです。今日韓関係が慰安婦問題でこじれています。本当にそれは日本にとってもマイナスですし、韓国にとってもマイナスです。でもそれは日本が、その日本が悔い改めることによって、日本が謝罪することによって解決の道があると思います。もし日本が悔い改めなければ、謝罪しなければ、この問題が延々と続きます。それは日本にとっても韓国にとっても得策ではありません。私は日本人として、日本のために、正しい考え方、正しい生き方を、提供したいのです。日韓が和解したらどれほど素晴らしくなるでしょうか。日韓が和解したら、日本にとっても韓国にとってもものすごいプラスなんです。そしてそれができるのがクリスチャンです。私は韓国旅行に行って、向こうのクリスチャンに歓迎され、本当に愛を感じました。神様は韓国のクリスチャンを通して、日本人を愛してくれたんです。私は、クリスチャンが愛し合うことができる、許し合うことができるのです。ですから皆さんが悔い改めてイエス様を信じるならば、信じるならば、皆さんが韓国を愛せるようになる、韓国を許せるようになっていきます。そこで初めて平和が訪れるのではないでしょうか。キューちゃんの韓国旅行は日韓友好の見本だと思います。アメン、アメン。でも皆さんが日韓友好のその、リーダーになってください。皆さんがイエス・キリストを信じて、韓国の人たちを許して愛して、皆さん自身が日韓友好のリーダーになってください。日韓友好のリーダーになるのです。それは日本が本当に良い方向に行くことです。ヘイトスピーチは
かえって悪化します、悪化します。どうぞ、皆さん、日韓友好の、日韓友好のリーダーになってください。今からでも遅くないのです。今からでも遅くありません。正しい考え方をしましょう。正しい考え方です。そして、慰安婦問題は、皆さんが将来結婚するならば、その女性を、その妻を本当に愛せることができます。皆さんが汚れた心でいるならば、その結婚も失敗するでしょう。皆さんは奥さんを愛することができません。本当に皆さんが悔い改めてイエス様を信じたら、皆さんは将来の結婚で自分の妻を神の愛で愛することができます。離婚というのは愛し合うことができないということです。離婚というのは愛し合うことができず、敵意で別れてしまうということです。それは女性を神の愛で愛していないからですね。もちろん女性もそうです。女性も神の愛で夫を愛さないから愛し合うことができないのです。皆さん、慰安婦問題は結婚問題でもあるんです。慰安婦問題は結婚問題でもあります。皆さんが良い結婚するためにも、良い結婚するためにも、悔い改めてイエス様を信じようではないでしょうか。良い結婚ができます、良い結婚ができます。それでは招きをしましょう。今日の放送を見て、ああ私は女性に対して悪い見方をしていた、女性の人権なんか守るような心ではなかった、女性を商品のように、女性を動物のように見ていた、ああなんと自分は罪深いだろう、なんと私は女性に対して恥ずかしいだろう、そのように悔い改めて、悔い改めて、これからは女性を、尊び、女性の人権を尊ぶ、イエス様によって心を、変えられて、清められて、罪を許されて、女性を大事にしよう、女性を大事にしようと、そのように悔い改める人、アメンと言ってください。心から悔い改めてアメンと言ってください。これからは女性に対して正しい見方、神の目で見よう、悪魔の目ではなく神の目で見よう。本当に女性に対して悪かった、女性に対して間違った目で見てきた、本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしい、本当にとんでもない、とんでもない態度だった、とんでもない、その生き方だった、ああ悔い改めよう、悔い改めようと思う人、アメンと言ってください。アメンは、アメン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 。天道様、多くの男性は、その知らず知らず汚れた生き方をしています。知らず知らず女性を情欲を持って見ています。イエス様ごめんなさい。そのような言い方は、神様が、悲しみ、また女性も汚され、また悪魔が喜ぶような、悪魔が喜ぶようなことでした。隠れてそういうことをしていました、隠れてしていました。人には正々堂々とできませんでした。それは自分の隠れた秘密、隠れた秘密。イエス様、今リスナーの方々が悔い改めてアメンと言っています、アメンと言っています。どうぞリスナーの方々の罪を許してください、罪を許してください。彼らの罪を許してください。今悔い改めています。今その汚れた思い、女性に対する汚れた思いを今悔い改めています。許してください、許してください、許してください。彼らの心を許し、清い心を持つことができますように、神の愛で、神の愛で女性を見ることができるように、神の愛で女性を尊び、女性の人権を尊び、女性の性を守り、女性を汚すのではなく、女性を汚すのではなく、女性を守る生き方、守る心、守る態度を取ることができますように。セクハラを悔い改めます、セクハラを悔い改めます。とんでもないことです、とんでもないことです。多くの男性はセクハラをしています。どうぞ彼らが悔い改めて、彼らが悔い改めて、生き方が変わりますように。
生き方が変わりますように。助けてください。日本が良い国となりますように。セクハラのない国、パワハラのない国、良い国となりますように。イエス様どうぞ日本を清めてください。イエス様の血潮で日本を清めてください。助けてください。韓国に対して、悔い改めることができますように。謝罪することができますように。日本が韓国に向かって、謝罪することができますように。韓国の女性に対して悔い改めることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメンアメンアメンアーメン。ハレルヤアメン。ありがとうございました。明日の朝7時ですね、おやすみなさい。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 シャローン。シャローン。シャローン。